お互いにですね、特徴の出た、面白いゲームだと思います。で、我々のその勝ちたいっていう、そしてカウントしたリスタートが本当に決まって、我々の流れに行かなくていうことだと思います。3年ぐらいの後迎えた今日の試合でよかったんですが、どのように選手たちを思い出すんでしょうか？あんまり関係ないってよく選手に言ってるので、次の試合が大切だってことで常に切り替えて前進させてきたので、それができて本当に良かったんですよ。そしてタフな戦いができる我々の選手たちが本当に私は誇りだと思います。素晴らしいゲームだと思います。そうですね、相手の弱点をしっかりつけたいいゲームだと思います。そこで取れたのが大きかったと思います。そして今日でリーグ折り返しとなりました。ここからの戦いに向けて一言お願いいたします。後ろを振り返っても何もいいことありません。前進させていきます。応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。